ここまで白熱の接戦を演じる2人、果たして勝利をつかむのはどちらかと、その前にではここで成瀬と魚拓のメルフェと一番テンションが上がるコーナーですよね唯一惹かれる場所なんでというわけでですね、今回もかなりの数の質問が集まりました、はい、そんな中からココちゃんが選んだ質問こちら、はい、岩手県の独眼竜マラムネは、ね、もっと綺麗に呼んでくれる。いや、わかんねえな、こんな名前独眼竜マラムネさんですね。独眼竜マラムネさんからいただきました、はい、ありがとうございます。いつも本当に楽しく家族揃って見ています。ちょっと待って、これ家族揃ってまずそこから問題ありますよね。マラムネはマラムネ確かに問題ある。これ家族で見る番組じゃないもんね。じゃあまあ見てくれてですね、ありがとうございます。お母さんお父さん、ここみちゃん、ムフフ女優さん、矢部さんに質問です。はい、矢部ちゃんなんだね。矢部ちゃん推しなんだね。矢部限定なんですね。はい、女性が今日はやりたいっていう時のサインを教えてくださいそれは俺も知りたいです俺だって本当に高校生の時とか、あのパトライトつけてほしいなって思ってたもん要はナンパ OK のやつはもう回しててって思ってたぐらいなんで、今日やってもいいよみたいな。そうそうです。なんでやりたいサインっていうのは本当知りたいですねあるサイン、例えば男性と2人でまあまあお酒を飲んでます、はい、今日はまあいいかなって思った時、うん、だけど相手はそういう素振りを見せないっていう時に、じゃあ自分はどういうサインを出すのかっていう、ご飯とかお酒とか行く時点でもうやろうと思ってるんで、あやはすごい、ご飯 OK ならご飯 OK ならもうご飯 OK ならもうご飯確かに嫌な人では行かないよね。それがデザートなわけだ。はい、もうすでに何でも別にいいです、すぐ行っちゃっても。じゃあ分かりました。じゃあご飯いらないんだすごいじゃあちょっと明日ご飯行こうか。はい人選びな。いやそういうシチュエーションになりました、はい、でもそう私はそう思ってんのに、はい、男性が、はい、ほらなんか逃げ切らない子を誘えない感じだったら、うん、どういうサインを出すかっていう話ですね、うん、あ、好きなところに連れてってって言います。そしたらほらストレートに連れていかれそうなんで、あ、それいいかもしれないね。ナルスさんはあります、なんか僕は出すのこうやってついてるの、ね、それは分かりやすいですね、そのサインは。これいいかもしれない。それはもうサインですね。やるよ。じゃあ、まあ、これはさておき、はい、どういう感じでしてきました今まで。いや、まあとりあえずお酒のペース上げますね。自分の、はい、あ、今だなみたいなテンションまでのお酒のペース上げて飲んで、ね、どうする、まだ帰りたくないな的な感じの流れを出します。人それぞれあるんですね。だから私あれ違いますけどね。じゃあ私はどうする。私誘わないです。絶対出た。絶対誘わない。出た。何もなかったら帰るの。帰る。帰るか、なんかエッチしてくれる人のとこ行くあ、まあ、そういう人もいるんですね。でもね、でもバラバラじゃん言ってることが。となると男性としては困るんですよ。だって分かんないよね。分かんない。あんまない。まあ多分そういう時にはそういう流れになってますもん。だってだからまだ結局ね、なんなかったことない。マラムネさんに言いたいのは、大体みんなやりたがってるからてめえで言えって話ですよやらしてって、まあ、確かにサインなんか、うん、こうなサイン出てるかなとかじゃなくて、まあ、やらしてって言えばいいだけの話でしょ。土下座すれば大丈夫なんだよ出た、はい、出た、はい、ということで土下座してみてください。それでは実践へ。ここまでほぼ同じような展開で一歩も譲らぬ二人、しかしそこで見せてくれるのがカリスマ。 TVS!